はい、5月1日です、展示場の方では海老根展の方を開催しております、ざっとこんな感じで、京都海老根会の会員の方が、約125鉢の展示をしております。まあ、海老根ですけども、このように、この白く囲まれているのが、原種です。その原種を交配させて、まあ、いろんなこう肥前とか高根、高津というような、名前をつけて、こちら展示しております。こちらでしたら高津系とか、薩摩系というような形で、まあ、薩摩系でしたら木海老根の、種類になります。海老根はこのように根っこが海老根の尾っぽのような形から海老根という名前がついております。こちらの入賞作品です。香漬け匂い海老根の系統ですけども、京都市長賞のものです。肥前系、京都府知事賞香漬けの品種です。京都府植物園長賞、これも木海老根の系統ですね。そしてこれが地海老根の系統で、まあ、いや京都の山でもよくある海老根の、まあ、形というのは大体このような地海老根の、系統になっております。すごく展示場の方、香りの方が、すごくいい香りをしています。5月3日までの開催になります。